にちは。こんにちは。今回は、前回、はい、あ、はい、あ、じゃあ、今回は、前回、川口くんが、フォアグラ鍋をした残りです。これ、フォアグラです、はい。めっちゃ安いやつで。これ、めっちゃうまかったですよね。ね、安いけど美味しいから、これ、はい、これ美味しかったよね。全然うまかったですもんね。そこで、はい、余ったフォアグラで、はい、フォアグラの美味しい食べ方選手権。フォアグラで今までしなかったような食べ方をいっぱいして、はい、どの食べ方が一番、結構あるね、はい、どの食べ方が一番美味しいかっていうのを今から調べます。はい、そこでする食べ方を発表します。はい、まず僕が好きな、はい、いつものすき焼きのタレで焼く。あれがでも一番うまいかもしれない。で、第2が、はい、天ぷら。天ぷらを揚げるんですね。第3が、はい、唐揚げを揚げるんですね。第4が、はい、燻製を、燻製をします、はい、で、燻製がすごい時間かかるので、はい、まず燻製機に入れた状態で 1,2 時間待ちましょう。はい、はい、燻製しまーす。はい、桜チップ、はい、これはここに火つけなくても勝手につくの？そうです。下とか上から熱してそこから煙がわーっと出る。へぇ、はい、入れました。はい、ありがとうございます。で、多分汁が垂れると思うんでこっち網の方に。あ、なるほどね。はい、アルミを敷いてこうやって。なるほど、山だね。器っぽくしときます。はい、はい、そしてフォアグラを、はい、乗っけましょう。ましょう。4つぐらいでいいかな。倒していきます。へぇ、煙が逃げないように。何してんの？はい、入っちゃった。はい、入ってありました。じゃあ入れて、はい、便利だね、この機械も。そうですね。燻製をします。燻製のどっちがいいのかな。低温にしときます、ね、低温で、うん、はい、長くこれ低温で。フォアグラだからなんか生だと怖いから、はい、めっちゃ長い時間やる。結構この間やった時は高温で20分とかで結構できてたんで、低温でも結構じっくりやるならその倍ぐらい、45分しとこうか。やってもいいかもしれない。スタートです。はい、それじゃあこれが終わるぐらいに天ぷらとかやっていきます。はい、こちら燻製あと何分なので、はい、これに合わせてあと天ぷらと唐揚げと普通のやつを作っていきます。はい、はい、よろしくお願いします。おりょ。では、あ、じゃあ天ぷらお願いします。はい、このやつ作ります。はい、お願いします。ありゃ。じゃあこっち天ぷら粉で作ります。はい、じゃあこっち普通のやつ作ります。燻製も作ってるんですね。うん、燻製も作ってるよ。燻製って。はっ、それはもしかしてくせーと燻製かけたわけだ。その T シャツの柄なんすか？あ、気分。バカにしろよ。ガチャピン持ってるやつに言われたくない。妖来さんも来とるけん。さあ、それでは普通のフォアグラを。ね、妖来さんもね、来とるけんね。じゃあ、おっきいやつから。でさ。はい。俺は一番おいしくなると思う、この食べ方を。それが一番と思う。ソテーですか、ソテー。ソテー。分厚いやつをこっちに使って、薄いやつを唐揚げとか天ぷらにしたら、うん、天ぷらコッケーです。はい、天ぷらコッケー。じゃあちっちゃいやつをこっち天ぷらにしましょうかね。はい、ちっちゃ薄めのやつを。フォアグリングですね。うん、安いのでもうまかったですもんね。ね、うん、これやろ、美味しかったよね。うん、うん、美味しかった。あと1キロかな。さすがに高級なやつの方がうまいけど、うん、俺でも変わんなかった。本当に下バカなやらだな。なんて下バカの、あ、いいね、はい、たくん、はい、いいじゃないか君。ちょっと量増やしました。正社員にしてあげようか。やった今までこの4年間バイトだったんですね。じゃあ天ぷら揚げていこうか。はい、いきます。いっぱいつけていきます。よいしょ。わー、浮かないのかな。浮いてきますよね、多分。よし、でも詰まっとっけですね。ね、水分とかどうなんだろう。ね、ちょっと離れてよかかにゃ。それが怖いだろ。そう、バーンってなりそう。やけどだけは嫌っちゃ。じゃあやけど以外やったらよか。傷跡が残る系が嫌ですね。じゃあ傷跡残らったらよか。全然よか。じゃあ帽子かぶって言うき、帽子上からパーンでした。それ下痢になるやん。下痢になるとね。いや、もしかしたらそれが原因でハゲるかもしれんす。キム。俺は何も。ああ言うた今。ああ言うた。本人が一番気にしとっとけ。この食い方が一番美味しいっすか。エバラすき焼きのタレ。うわ、これはもういいのかな。どっちも結構もうカラってなってますね。いい感じかな。どうなんですかね。中まで火通ったかな。小麦粉バージョンもやる。はい、小麦、あ、カラーゲングですね。カラーゲング、
俺天ぷらが一番じゃないかな。ねえ、天ぷら美味しいと思う、うん、そんな気がするです。あるとかな、今までそんな食べ物あったとかな。あ、どうなんでしょうね。あったことあったんじゃないですかね。まあ、した人は絶対いるやろうね、俺らで簡単に考えつくぐらいやったけど片栗粉も、はい、入れていきますね。唐揚げ、ほい、片栗ってやつおったでしょ。ワンピース、ワンピース、もうこれいいかな。なんか良さそうですよね、天ぷら。うん、じゃあ、食べます。はい、これは何で食えばいいのかな。塩コショウ、塩か、すき焼きのタレじゃない。すき焼きのタレが美味しかったおお、お、燻製、ちょうどやった。燻製の存在忘れてたけど。よし、じゃあ取り出します。はい、さあ、でけてるのでしょうか。よいしょ。こんな安くてこんな美味しいならさ、はい、常備しとっても言えるよね、これね。1キロまた買いましょうよ。だって、例えば一人で1キロ食べるとしても、あげまーす。はーい。じゃあ燻製開けてっていいですよ、お願いします、はい、こっちやっていきますね。あげますね。はい、じゃあ燻製もオープン。おおおおおお、うまそう。なんじゃこりゃ。これヤバみやん。ちょうどいいんじゃないですか、これ。これヤバみちゃんやん、それ絶対ヤバみ。これヤバい。これ火の通り方もちょうどじゃないですか。ねえ、そんなヤバみなフォアグラ初めて見た。あ、なんかチップのいい匂いがする、うん、ねえねえ、桜のチップのいい匂いが。これじゃないな、器。これ桜チップだったんですか、今回、うん、笑顔咲く君の。それ桜んぼうですね。よかったね。んぼうですね。よかったね、んぼうで。はい、燻製です。燻製、お、高野豆腐みたいなのが出来上がってる。もしくはラッキー。ほんとや、椎茸の目をさ。ほんとやね。よし、はい、完成。結構いい感じにできたんじゃないかしら。よし、向こう持っていきましょう。はい、じゃあ食べていくんですかね。食べていきます。はい、はい、はい、完成しました。パチ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 。まずこちらが普通のいつもすき焼きのタレで焼くやつで、こちらが天ぷらで、こちらが素揚げで、これが一番楽しみ、燻製でございます。じゃあそれでは早速食べていきましょう。いきましょう。召し上がれですね。これから油の量が、うわー、絶対うめえぞこんな。プリンプリン。あ、でもやっぱ高級なやつとは違うね。ちょっと硬い。いただきます。いただきます。よく言えば歯ごたえがね。うん、あ、これですよ、最もポピュラーな食べ方。釣り岡ではね。うん。お、うん、ま、火加減ペキカン。うん、じゃあ次、はい、天ぷら食いたいです。じゃあ天ぷらいきます。塩コショウとかなんかかかってます、うん、これ。クレイジーソルトかける、今から。いや、でも天ぷらしたら何でもうまい説がありますからね。じゃあいただきます、天ぷら。どうだろう。うん、うん、うまいけど、うまい、うん、こうだな。俺もそう思っとった。うん、うん、あ、これだ。うまい、うまいけどこうだな。うん、うん、うまい。完成しました。フォアグラ好きがいっぱいあるけど呼んでやろう。そうですね。じゃあ次、はい、あの唐揚げ、はい、唐揚げというか素揚げみたいな感じだね。なんか召喚されてきた。え、天ぷらより全然うまい。こっちの方がいいですね。これまだ燻製食ってないけど、燻製を。燻製もいただきます。あ、燻製。じゃあ燻製食い比べ。燻製そのまんま。うん、なんか、あ、不思議、うん。ただなんか水分抜けて、うん、フォアグラ。いや、違うな、こういうの。ちょっと待って、見て、みんな鼻からこっち行くよ、天ぷら。うまい。なんだろう、これね、好きな人はすき揚げのね、うん、なんかささみみたいになりますね。ささみみたいな、うまい、天ぷらうまい。ちょ、これ燻製食ってみて、なんかささみみたいな味がする。俺あんまり、あんまりやった。多分、うん、燻製茶こんなものなんだろうけど、俺が燻製の好みに合ってなかっただけやった。うん、味付けしてから燻製したら、そうだね、良かったかもしれないですね。ちょっとね、渋い顔しよう。で、これでね、フォアグラの美味しい食べ方選手権やったさ、うん、普通、天ぷら、素揚げ、燻製。じゃあまず、はい、4位の発表です。はい、じゃあせーのでよか、4位だと思ったやつを、うん、せーの、燻製。俺だけ違った。みんなこっち一緒、燻製、全員燻製でしたね、はい、じゃあ3位の発表です。せーの、天ぷら。おー、天ぷら、天ぷら、素揚げ、唐揚げ、素揚げ、そこで分かれる。じゃあ
素揚げ。じゃあ4、3位は素揚げ、はい、じゃあ2位の発表です、はい、せーの、天ぷら。じゃあ1位は、じゃあ1位がこれね。じゃあ1位がこれです。結局いつもの食べ方が1位だった。1位いつものすき焼きのタレ、2位天ぷら、3位素揚げ、4位燻製、フォアグラはいつも通り食べたが美味しいです。4、はい、ございません。ありがとうございました。ありがとうございました。牛丼くんご視聴ありがとう、ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣り岡ハウスはこちら。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。